デスルフロコックス目は、テルモプロテウスズナに属スクレンコ細菌の目である。極めて高熱性が強いことが特徴で、摂氏105度を超える温度で増殖する種を多数含む。細胞形状は、円盤状化球菌。全種が超高熱菌に分類され、摂氏90度を超える極度の高温環境に分布する。海洋性のものが多いが、温泉などからの短履歴もある。 変成後期性のアリピラムや、通性微後期性のパイロロブスフマリーを除き、ほとんどが変成嫌気性生物である。他の多くのものは、水素や有機物を、硫黄や硝酸、チオ硫酸などを用いて代謝する。指摘 pH は5.5から7.5付近で、極端な抗酸性や、抗アルカリ性を示すものはいない。基本的に 16S ルナ系統解析の結果が、 分類に反映されており、デスルフロコックス化とピュロディクティウム化の2化が存在する。全種が、高熱菌だが、ピュロディクティウム化の方が高熱性が高く、指摘生育温度がむね摂氏100度を超える。対して、デスルフロコックス化は、指摘生育温度が80摂取95度程度と、やや低い。3属5種が正式に発表されている。 非常に高熱性が強く、1984年からメタノーピルスキャンドラライに更新される2008年まで、このトガの菌が生物の最高増殖温度の記録を持っていた。パイロロブスフマリーは最高摂氏113度で増殖し、摂氏121度1時間のオートクレーブに耐える菌として知られている。ストレイン121は摂氏121度で増殖が、 可能とされている。ありがとうございます。